アンドレ・モルガン・ラミア・アイエウは、フランスのオルケンスクラン出身のサッカー選手。アルサット所属、ガーナ代表。ポジションはフォワード。アンドレ・アイエウと表記されることがある。父親は1990年代前半のマルセイユの中心選手で、ガーナ代表でも長く活躍したアベディ・ペレ。また、兄のイブラヒム・アイエウ。 弟のジョルダン・アイエウモガーナ代表経験のあるプロサッカー選手であり、叔父のクワメ・アイエウモガーナ代表経験のある元プロサッカー選手である。アルルでプレーするアイエウ2005年にオリンピックマルセイユのユースに加入した。2008から09シーズンはリーグアンの FC ロリアンにローン移籍した。2009から10シーズンはマルセイユの新監督に就任したディディエデシャンの 構想から外れ、ヘルタ・ベルリン等でトライアルを受けるも、最終的には、リーグ2に昇格したばかりの AC ・アルル・アビニオンに、移籍期間終了直前に、ローン移籍した。2010年夏に、マルセイユに復帰。南アフリカ W 杯の好調を維持し、ハットトリックを含む、シーズン11ゴールを挙げ、主力に定着した。 2011から12シーズンは低迷するチームと共に、IAU 本人も肩に問題を抱えるなどして、調子を落とした。結局シーズン終盤に手術を受けることになり離脱。しかし、CL では、決勝トーナメント進出がかかった、最終節のボルシアドルトムント戦で、後半に貴重な同点ゴールを挙げる。決勝トーナメント1回戦のインテル・ミラノ戦では、 ファースト、レグの後半ロスタイムにマテュー・バルブエナの CK を頭で合わせて1から0での勝利の立役者となった。また、この2011年には、ディディエドログバヤやヤトゥーレを抑え、BBC が選ぶアフリカ年間最優秀選手にも選出された。マルセイユとの契約満了に伴い、2015年6月10日、スウォンジーシティ AFC に加入した。 デビュー戦となったチェルシー戦ですぐにゴールを決めるとデビューから4試合で3ゴールを決め2015年8月のプレミアリーグ最優秀選手に選ばれた2015から16シーズンはリーグ戦12得点の活躍を見せた2016年8月8日ウエストハムユナイテッド FCA3 年契約での移籍が発表された 2018年1月31日、スウォンジーシティ AFC のクラブ史上最高額の遺跡金で復帰し、3年半契約を締結した。2018年7月25日、フェネルバフチェ SK に1年間のレンタルで移籍した。フランスの世代別代表に収集された経験もあるが、2007年にガーナ代表の招集に応じ、8月21日の セネガル戦でデビュー。アフリカネーションズカップ2008のメンバーにも選ばれた。2009年には U-20 ガーナ代表のキャプテンとしてアフリカユース選手権 U-20 ワールドカップで優勝した。2010年1月19日のアフリカネーションズカップブルキナファソ戦でチームを決勝トーナメント進出に導く決勝点となる代表初ゴールを記録した。 決勝でエジプト代表に敗れるも自身はベスト11でサブメンバーに選出された。FIFA ワールドカップ南アフリカ大会では本大会のメンバーに登録され若手が多いフレッシュなチームでレギュラーとして活躍し若手最優秀選手賞にもノミネートされた。アフリカネーションズカップ2012ではグループリーグ第2戦のマリセンで得点を挙げると 準々決勝のチュニジア戦では延長101分に決勝点を挙げ勝利に貢献した。得点感覚に優れ、鋭い歓声でゴールを狙う、スピードとパワーを顕微したオールラウンダー。ありがとうございます。